はい、どうも皆さんお疲れ様です。アサシンクリード・バルハラ、今回は第44回目ですね。続きの方をプレイしていきたいと思います。今ですね、メインクエストの方を、ケントのメインクエストを進めていて、で、最近ですね、ちょっと録画、ちょっと時間ができてるところでですね、武器を結構今いろいろ集めてまして、そうなんですよ。僕意外と武器集め大好きでなんでちょっと今いろいろね集めてるっていう感じですかね。はい、結構なんだろうな、このねエラ王の半月斧っていうやつをちょっと手に入れて、でそれをね全部神まで上げてきたので、まあ、そのあたりでですね、まあいろいろ使ってみないとわからないかなと思います。強攻撃を当てるとスタンが増加と、まあ、骨くらいでもいいんですけどね。まあ、かっこよさ的には骨くらいもかっこいいんですけど。まあちょっと、スキル的にはね、結構これいいんですよね。強攻撃やってるとスタン増加なんで。まあまあちょっといろいろね、試しながらやっていこうかなと思います。まあライフが低いと速度が増加。ライフが低いと速度が増加。強攻撃やってるとスタン増加最大10回。まあ、ありですよね。まあ、ちょっといろいろ。まあ、確かにライフ低い時にね、速度が上がってもっていう話はあるんで、もしかしたらスキル的に見たら骨くらいにするかもしれませんが、まあ、とりあえず、進んでいきたいと思います。カンタベリーに、行くところですね。まあ、前回フルケがですね、まあ、ものの見事にキネベルドをね、やって奇襲を仕掛けてきたので、そのね、古家に一泡吹かせてやろうかなと思っております。で、装備に関しては、定住地でね、鍛冶屋さんに行けば、ダウングレードって言って、今まで使ってたアップグレードを全部、お金払うと戻してくれるんで、それが結構、僕的には嬉しいところですね。鉄鉱石とか集めるのすごい大変なんで、ちょっといろいろ使ってみてダメだったら、まあ、戻すみたいな。よし。見つかると面倒なことになるな。フルケの手下で溢れ返っている。シゲルドの警備もきっと厳重だ。慎重にことを運ぶ。はーい。準備はいいか。ついてこい。大聖堂に侵入。オッケーオッケー。あ、いるやん。普通にいるよ。行きましょう。これは罠だ。ここでは目立たない方がいい。引っ掛けた。傲慢な自信から。そのうち足元を救われるだろう。敵がいっぱいや。お、食料発見。ああ、何を目にしようとも取り乱すなよ。まるで子供扱いだな、バシム。君を守りたいのだ。無残に殺されることのないよう。君にはこの人生でやるべきことがある。おっと、また謎かけか。謎かけではない。君たち兄弟には力がある。この神の館に血を流すのは君たちの定めではない。なるほど。上登りたいね。いいよ。奴がまだいるなら、このキリストの館を焼き尽くす。さあ、古木を捜索と出てますが。とりあえずシンクロ先にしちゃおうかな。上登れっから。よし、この上か。よいしょ。カメラワークがよいしょ。向き的にはこうですね。シンクロだぜ。いやー、相変わらずこのシンクロシーンはいいですね。僕はこのシンクロシーン大好きです。さあ、とりあえずここにファストトラベルで行けるようになったから。イーグルダイブ。イーグルダイブなのかな。とりあえず。敵めっちゃおるよ。やっちまうか。足りるなぁ。いや、バシム絶対見つかるでしょ、それ。お牛のように近々と入るか。こじ開ける。力を貸してくれ。おお、血族。勝負だ。硬いな。えい。残念。おら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 。よし。いちいち。はい、スローモーション。おれスローモーション。よし、これ下だな。こうしてああ、なるほどね。こういけねえわけだ。オッケー。あぶね。ここにはどうやって行くんだろうな。ちょっと探索しよう。マップが全然わかんないな。どっかに入り口がある。これか。古家の至聖所への入り口だ。ならば進むまで。お前たち油断するな。来い。いてー。うれうれうれ。よし。あの女の匂いがする。力を貸せバシム。シグルドがいるぞ。本当かよ。よっしゃ。なんか嫌な予感がするな。フルケ、来たぞ。出てこい。注意しろ、エイボル。フルケの術中にはまるぞ。これは一体エルフや悪魔を語る言葉が入れ込んである。サーガストーンの碑文。これあれかな、アサシン教団のあれなのかな。結社の詳細が書いてある。古家は好意についてるが、それは頂点じゃない。最後の戦士ミトラスの名においてはあ、ミトラス。あの女め、なんて悪趣味な。シグルドが流した血の一滴ごとに、奴の血で核廃を満たしてやるぞ。首に古い着物を刺繍した男ってね、これが、ああ、あはん。マグダラのマリアの福音書。あ、地図だ。ウェセックスの要塞の見取り図だ。攻め入るのに有益な情報はあるか。ウェセックス。今度こっちか。嫌な予感しかしねえよ。今の一人称視点びっくりしたな。箱だ。うえー。何か見つけたと言ってくれ。何でもいい。これをサセックスにしろが結社の訓練所だ。確信がいる。シグルドには時間がない。いやー、びっくりー。他には隠れし者に関係する文書がある。ハイ様が読みたがるだろう。シグルドに関してはポートチェスターとしか。場所が変わった。城だとすると大軍で攻めなければ壁にひびすら入らんぞ。イングランドには多くの友ができた。呼べば応じるだろう。そうだな。バシム、古家は兄の腕を切り落とした。それでも生きていられるだろうか。肉体は持つだろうが精神はわからん。神経がすり減ると人は絶望する。テドムンドのように自ら命を絶つと思うならそれは間違いだ。市長はまだ囚われの身だ。皆に伝えたらさぞ失望するだろうな。次こそ必ずだ。私が先行しポートチェスターの情報を得たら定住地に知らせる。備えて待て。検討編完了。古き者たちの使徒。ああ、終わりましたわ。トロフィー手に入れました。持ってき我が腕ということで。いやー、シグルド腕を差し出したってわけですか。ランビーに報告。じゃあちょっといきなりちょっとファストトラベルでぶっ飛びますかね。ちょうど定住地に戻れますね。さてさて、まあどうなることやらですよね。だしシグルドは無事なんでしょうか。なんかそのあたりも含めてね、ちょっと不安なところが多いですね。はい。さあ戻ってきました。だいぶね、定住地もいろいろね、実を言うとやれることを増やしていろいろ施設を建てているので、まあちょいちょいね、録画してないところでね、だいぶ楽しませてもらってますよ。手紙が来てる。ダグだ。あいつはシグルドはどこだい？ああ、生きてはいる。一緒じゃないのか。どこにいる？ダグ、後にしろ。ランビーに用がある。見つからなかったんだな。答えろ。みんな知る権利がある。ランビーと話さないと。さっさとそこをどけ。見つからなかったのは探してないからだろう。分かったぞ、エイボル。お前のことがな。エイボル、あなた一人だってことはシグルドに何かあったのね。ああ、助けられなかった。例のフルケという女に逃げられた。兄上はサセックスだ。人手が必要だ。同盟に呼びかけよう。誓いを果たしてもらう。もたもたしてると。してると何なの？言ってエイボル。フルケは兄上を拷問してた。口にするのもおぞましい。腕を切り落として置き土産にした。きっと殺す気だろう。ゆっくりと。それをダグにも話した方が良かったんじゃないの？まあ、ケントは同盟目標を達成したとはいえ、まあ、それが正解だったかどうかでっていうことですね。嵐の予感。なんかクエストが増えたぞ。自室で休憩。あー、なるほど。エイボルは辛い決断を迫られる。とりあえず同盟目標。あ、話せねえ。これ強制イベントだ。まあ、とりあえずじゃあ、じゃあ、それ見ようか。ああ、神じゃないか。新しい手紙を読みましょう。ホルトだ。ああ、おー、招待状。村になった。なるほど。じゃあ休憩しましょう。寝る。なんか寝るの久しぶりなんじゃない？なんだ？ダグだ。ダグと会話。なんだよ。止まれ、狼傷。終わらせよう。ダグ。いい加減にして立ち去れ。俺はお前とは違うぞ、エイボル。俺は責任を投げ出して自分の栄光を追ったりしない。俺は常に皆と共に立ち向かう。ここまでずっとシグルドの決断を尊重して俺はお前に従ってきた。シグルドとその野望を信じてたからな。エイボルの指示で動けとあいつは言った。俺はそれを守った。自分が正しいと分かっててもお前に従ってきた。それで俺たちはどうなった？主張は変えらず目的もない。怯えたウサギのように名誉を追い続けるお前を見てるだけだ。二人だけで話すこともできただろう。だがもう手遅れだ。その必要はない。俺の心は決まってる。みんな聞いてくれ。シグルドが戻るまでの指導者の座をかけて俺はエイボルに決闘を申し込む。ダグ、やめろ。断る。死ぬまで戦うんだ。受けて立つ。断る。やだよ。ダグちゃんと考えた方がいいんじゃないの？バカを言うな、ダグ。くだらない。黙れ。人の輪を作れ。マジで？マジかよ。分かった。お前がその気になる。頼むからやめて、二人とも。おいよ。そんなもんか、ダグ。お前の覚悟を。お前の覚悟はそんなもんか。ほら。全部カウンターで取ってるやつでやってもいいんだぞ。上がってこい。戦いたくはない。もう下がれ。頼むダグ、もう やめろ。やめてくれ。怖いのか。やらねばならないことを恐れてる。水砲で済ませた。立ち去れ。命を大切にしろ。情けなどかけずに戦え。仕方ない。こうするよりないんだな。おいダグ、頼むからやめて。二人ともドロップキックだぞ。素晴らしいなお前。なぜ待てなかった。一緒に来ることだってできたのに。ダグ、お前はバカだ。結局自分を追い込んだ。黙れ。これさ、拳でやったらどうなるのかな。拳でやったらあれなんじゃないの。いけんじゃない。ほらほい。どうなるんだ。拳でやったぞ。エイボル、お前は。あら、我が慈悲はこの愚か者にはやらん。こうするしかなかった。ああ、不敬への報いは死。そうなのだろう。お前はこやつの望みを聞き入れた。与えるものはもはやない。英雄の館に弱き者はいらぬ。ダグは信念のために戦った。それで十分だろう。十分だが殺したな。ダメなの。不敬への報いはどうあるべきか、お前が決めるのだ。こうなって残念だと思うよ。ほら、これを持ってオーディンの館へ行け。現世で求めたものを向こうで見つけてくれ。みんな帰れ。埋葬しておく。あれ、なんかエイボル追放されちゃうんじゃない。大丈夫。早く帰れ。なんか言いがかりをつけてきた。誓い破りの裏切り者だと。そしてその報いを受けた。みんなよく聞くがいい。そうか、誰よりも帰還を望んでるのは私だ。誰よりもそうだろう。なんか嫌な感じだけど。血を焼き皮をさらい、必ず兄上を探し出して連れ帰る。それが我が誓いだ。そう誓った。なんか嫌な感じですな、こういうのは。シグルド、主張は必ず取り戻す。約束する。あれ、断っても強制イベントになるのかな。なんか、そんな感じだな。生き様も散り際も、誇り高く大胆だったな。そのことを妬んだりはしない。お前の物語が聞けなくなって寂しいよ。だが、どれもよく覚えてる。あ、ダグと会話っていうのがここでできるようになるんだ。とりあえずじゃあ、同盟地図を見に行きましょうか。なるほどね。拳でやってもダメだったんですね。まあ、しょうがないわ。とりあえずじゃあ次の同盟目標を決めてから、今回の会話で終わりにしたいと思います。また一人強胆な人物がね、いなくなってますけども。調子はどう、エイボル？気分はどう、エイボル？今は何も話したくない。分かったわ。同盟地図が見たい。さて、サセックス、エセックス、リンカーンシャー、ヨルビック、スノッティンガムシャー。まあ、ケントの隣のサセックスかエセックスですね。今はサセックスに集中する。バシムと私でシグルドを助け出せるかもしれん。軍隊は必要だが。決めるのはあなたよ。同盟相手が多ければ多いほど勝利も確実になる。なるほどね。セックスはまだか。エセックスはコルチェスターの大使とその夫人から招聘を受けたわ。あなたを指名してる秘密厳守の案件があるみたい。嫌な予感がするな。その大使というのは何者だ？アルフレッド王の手下か。石膏によると彼は民の安全より自分の道楽を優先する人みたい。接触するなら慎重にね。なるほどね。で、林間者160だから、まあ一緒か。林間者はどうだ？最近フンワルドっていうちょっと騒がしい子が来て、あなたと話したがってる。すごく大事な要件があるらしいわ。今どこにいるんだ？船着き場よ。私の石膏と川の魚が逃げるくらい大騒ぎをしてる。あなたに会いたくてうずうずしてる。なるほど。まあじゃあエセックス行きましょうか。エセックスはコルチェスターの大使と嫌な予感。石膏によると。じゃあ行きましょう。次の目標はエセックスだ。行きましょう。珍しい依頼。エセックスとの同盟はかなり重要よ。でも注意してね。はい。はい。というわけで、皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回の回はここまでになります。まあちょっとね、大事ないいキャラだったダグがいなくなっちゃったのでちょっと寂しいですけども、頑張っていきたいなと思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。